草端駅に着きました。じゃあ行きますか。現在地が草端駅で、高水山まで上がって759m、岩岳石山793m で、総岳山まで行って756m だよね。で、御嶽駅まで降りて帰ってくる。高水山さんが約4時間、8時46分スタートで、これ4時間なんで、最短でそのぐらいを目処ですね。駅を出て左に出て踏切を渡って、橋を渡ったら道の向こう側を左曲がって、 750m 前後の山なんで歩きやすいかもしれない。だから最初の高水山までですね、多分きついのは。あれで岩岳石山の前後が確かものすごい急になってた、上り下りが。そこが多分難所かもしれない。高水山の山頂は見晴らしのない山頂だった、確か。あ、そうそうそう、2つ目がまああれだった、こっち渡って左って言ってた。あ、みんな向こう歩いてるでしょ。川が流れてるね。たまには自分の顔映すか。この子歩いてる最高だね。今日は、3号の川崎さんはお休みです。なので2人で歩きます。橋のところを左に行って、こちら高水山。ここまで来たらもう近いんじゃない、登山口。今日は暑そうですね。今日はなかなかハードな登山が予想されるかもしれない。暑さで。暑さでね。まあそれはね、のどかよね。のどか。めちゃくちゃのどか。なんか、よかった。今日、シャツ1枚で来てよかったわ。高水山登山道入り口。さあ行きますか。この時点で何時かな ?25 分ぐらいかかってるんで、ここまで。いきなり急な登り坂が始まった。夫がダメ夫と歩いてる、あの YouTube 面白いね、あれ。あれ最近もアップされてないの？しばらくアップされてない。あれによると、道路にこの丸い穴がある道路は急だって言って滑り止めだから、なぜならば。あ、確かに急だこれ。いきなりやばい登り坂が始まった。来た。ああ疲れた。高水山、こっから本当の登山道ですね。ここまでで結構消耗しちゃったな。だいぶ登ったよ。だいぶ登りました。結構ここ来るまで疲れたわ。ちょっとこの心臓のバコバコを早く収めないと。あ、なんかこれ上がダムになってるっぽいな。こんな感じで。ダムの中空っぽじゃん。水がなかった。高水山まで 1.7 キロの看板がありました。こっから 1.7 キロか。なんとか1時間ぐらい行きたいですね。じゃあこっから急な登り坂、根っこ地帯を登ります。多分ここの急坂を登ったら山頂が近いと思うんで、今から一気に、僕は一気にノン休憩で上まで一気に行きます。着きました。上福院を経て高水山、高水山と岩岳石山。じゃあこっちの直接コースで行きます。よし、行きます。よし、この上が山頂だと思います。なんもないけど。全然高水山高い、ね、標高 759m。 左行くと岩岳石山、
総額算イカケーキ、よし、ちょっと休憩っすね。高水山山頂か、ここは1個目の山制覇ですね。見晴らしがほとんどありません。よし、次の山っすね。はい、じゃあ今から高水山から岩岳石山を目指して歩きます。何分かかるんでしたっけ？35分。11時に着くかな。11時目指して歩いてご飯を食べて11時半ぐらいに岩岳石山を出発、目標 OK。 もうすぐ山頂です。あ、着いた、あ、着いた、綺麗だ、綺麗、着きました、着いたよ。景色こんな感じ。景色はいいね。岩岳石山 793m。 よし、着いた、はあ、小休憩。こっち行くと総額山と御嶽駅。うん、あ、景色いいじゃん、めちゃめちゃ景色いいじゃん。いいよ景色、なかなか。あっち行きますか。いやいいね、この山頂の感じ。いいとこあるじゃん、座るとこあった。よし、じゃあここで昼を食べますか。よし、大したことなかったですね。意外と僕のちょっと想像より大したことなかったわ。高尾山優しいです、初心者向けです。景色もいいです。ここでこれお昼食べます。これセブンイレブンで買ってきた。あ、景色いいな、霞んでるけど景色いいですね。こんなもう山しか見えないけどね。よし、じゃあ岩岳石山から総額山に向かいます。よし、ちょっと下るね、今からね、下って、うん、今11時10分でしょ。で、50分で行くんでしたっけ、これ。総額山1時間かかるんでしたっけ。40分。11時10分、11時50分、11時50分に着く、まあ、遅くとも12時に着く感じかな。よし、まあ、遅くても12時は着くでしょう。よし、下る。よし、行くか。切り立ったところに来ました。じゃあ通信できません。でもこれ全部木を切った跡があるからね。これ全部木を切ってこうなってる。よし、あと1キロ弱ですね。よし、頑張ろう。こんなすごいところ、すごいよ。結構山が 木が切られて切り開かれてます。木が全部切り倒されてるね。自然破壊だね、自然破壊、自然破壊されてる。あと総額山まで多分あと 50m ぐらいなんだけど、険しい登りがやってきた。険しいねこれ。いや、よいしょ、よいしょ、険しいぞこれ。岩が険しいねこれ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。片手にカメラ持ってると結構きついなこれは。まだか、まだっすね。
もう一段階ついたか。ついたこれ。あ、これか。総岳山って書いてある。これっすね。あ、やっぱ御嶽駅まで 3.3 キロだ。計算通りだ。岩竹石山まで 1.5 キロだから 1.5 キロ今歩いてきた。遅くとも1時ぐらいには御嶽駅着くといいなっていう感じ。今日はなかなか順調っすね。早い、うん、ペース早い。まあ昼ご飯をあの時間で食べたっていうのが大きかったかもしれない。だけど本当って2時ぐらいのかな。あ、2時ぐらいまで降りといた方がいいって。あ、まあそうですね。あ、今日は気持ちいいな。山日和でしたね、意外と。あ、暑くもなく寒くもなくっていう感じ。途中は暑かったけど、最初の方。今全然暑くないね。ちょっと曇ってきてるし。あ、まあそろそろね。まあ、僕は夏でも長袖で多分着てると思う。日焼けするんで。この年になって太陽の光を浴びてあんまりいいことはないですよ。ほぼ一個も。あえて言うなら肌が焦げて黒くなることぐらいですか。鉄塔を3つ越えないといけないらしいですよ。だから3つ目の鉄塔を越えると、あ、なんかゴールは近いみたいな感じかな。ああ、なんかそんなに険しくなさそうだし、いけそうっすね。ちょっとポールを長めにして今から下ろうかな。よし、下ります。おい、これ何ですかね。めちゃめちゃ綺麗。これは何？めちゃめちゃ綺麗なんだよ、これ。山アジサイかな、これ。この白いやつ。あ、ちょっと青っぽいやつもいるね。めちゃめちゃ綺麗だよ。山アジサイっぽいね。うん、綺麗綺麗。総岳山が 1.8 キロ歩いていた。もうあれだね、半分超えたね。御嶽駅まで 1.5 キロ。こっち行くと沢井駅って書いてあるわ。どこ？沢井駅って。1個手前の駅か。あったね、そういえば。あったあった。これ右に行く、この道もあるんだ、これ。丹縄って書いてある。そして、御嶽駅に向かう急な登りが出現した。うわ、これすごいな。で、3つ目の鉄塔を越えるともう近いらしいけど、今鉄塔1個越えました。これ急だね。やばいね、これ。これは行くしかないな。行きましょう。あと 1.5 キロだからね。3本目の鉄塔が見えてきたんで、御嶽駅は近いと思います。まあ、あと 500m メートルぐらいかな、これで行ったら。ああ、電車の音が聞こえてきた。近いね。よし、鉄塔です。これを越えたら駅は近いらしいです。ホッサンズの1号2号は4月のね、10日に立山の山を登りに行きます。なので今日はそれのトレーニングも兼ねてます。でまだね、そこまで1ヶ月以上あるんで、立山をね、こうぐるっと回るのかな、室堂から周遊コースみたいな感じのアタックになるので、立山アタックに向かって調整して頑張りたいと思います。はい、もうね、街が見えてきて、下ね、線路も見えてきたんで、もうすぐですね。もうこれでもうちょっと下ったら御嶽駅かな。はい、もう少しですね、下っていきます。よし、降りた。
こっちが、こっち側の登山口。これ反対。御嶽駅は、うん、そうですね。踏切渡って右か。そうよし。着きましたね。無事。いやー、いいコースやったね。早かったね。うん。どうですか。体痛くないですか。なんか若干右の膝がなんか若干痛くなりかけて、痛くはないけど危なかった危なかった、完璧ではなかったな。僕はちょっと膝が痛くなりかけて、松井さんはあれだね、右の足首がちょっと 痛くなりかけて、ちょっとまだ調整が必要ですね。だから様子出てたの、あんまり体重かけたくないから滑ってましたね、なんか後ろに後傾になる。よし、着いた。駅着いたよ。御嶽駅まで12時50分。4時間でここまで来ちゃった。よし、これだよね。じゃあこの電車乗って帰ります。意外と良かった。楽しかった。また来ます。また、ちょっと違うコースだけど、また来ます。楽しかった。